ケツです。シュガーソングとビターステップ、ピアノ初級、A メロ動画の今日は1になります。1から4小節です。この右手を練習します。練習するパートを一度弾いてみます。では早速説明していきます。5番の小指でファのシャープ、ここからスタートしていきます。はい、まずはここだけ練習してください。あまりね、先を急がずにちょっとずつ練習していきましょう。まず1小節ですね。はい、では次いきます。はい、2小節ですね。では1、2小節いきましょう。では次、3、4小節、3小節ですね。はい、これだけまず練習してください。はい、では次ですね、4小節。はい、こうなります。もうちょっといきますね。3、4小節いきましょう。ここです。ここでのポイント、ここはですね、2箇所あります。まず2小節のところですね。ここです。3番でレを2回弾いて、次ラのシャープにこの3番をそのまま持ってきて、はい、そして3、4小節に入っていくと、はい、ここですね。はい、ここのまず3番ですね、とあと3、4小節の4小節のところ、レドシラレと弾いたこの5番の小指ありますよね、レを、ここをですね、3番で弾き直して、はい、このようにいきます。ここ3番で弾き直して、ここですね。はい、ここの2箇所ですね、注意して練習してみてください。今日練習したパート、この動画が分かりやすかった、うまく弾けたという方はグッドボタンで教えてください。ここまで弾けるようになったという方は次の動画に進んでください。